今回は世界で最も有名なワークパンツ、ディッキーズの874です。私が愛用しているワークパンツを紹介します。ド定番のディッキーズ874です。世界で最も有名なワークパンツと言えるでしょう。日本規格の WD874 ではなく、シンプルなオリジナルフィット874ですね。ディッキーズは1920年代アメリカのテキサス州で生まれたブランドです。90年代に入ってからはスケーターやミュージシャンなどからも愛され、ファッションの一部として認知されています。今回私はウエスト34、レングス32インチを購入しました。他のワークパンツとの違いとして、 TC ツイル生地、フロントフック、縫製の強さが挙げられると思います。まずはこちらの生地ですね。生地は 3M 社製のスコッチガードが採用されています。スコッチガードは撥水効果により汚れにくい、丈夫で破れにくい、型崩れしにくいという特徴を持っています。ポケットの裏生地も丈夫なものを使っているので、使っていて破れることはないです。続いてフロントボタンが金属のフックのタイプを使用していることです。レッドキャップやベン・デイビスが通常のボタンやスナップ式を採用している中、こちらの金属製のフックはとても丈夫です。ディッキーズ特有のこちらのベルトループは賛否両論ありますが、私は丈夫さに一役買っていると思うので、私は好きです。最も酷使する右後ろポケットも破れたことは今までありません。続いて履き潰した一本を見ていきましょう。こちらです。もともとは同じダークネイビー色だと思えないほど綺麗に色落ちしています。では細かいところを見ていきましょう。まずはポケットから、続いて裾の部分はどうでしょうか。このように全く痛みは感じられません。前から見た印象はどうでしょうか。このように TC ツイル生地は強いので、エイジングをする生地とも言えます。ベルトループもこのように全くほつれたり破れたりしていません。ディッキーズのメーカーとしての背景もあるのでしょうが、いろんなブランドが別注を作りたい生地というのも納得だと思います。それではこちらが新品のものに戻ってきました。ではこれから、実際に履いてみたいと思います。ベン・デイビスなどのようなストンとしたまっすぐのストレートのシルエットではなくて、ややテーパードかかった形です。似たモデルとしてレッドキャップの PT20 がありますが、あちらよりも若干太めの形ですね。 Amazon だと返品無料なので、1インチ刻みでベストサイズが選べるのでおすすめですね。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。